あの有名 M2E、アグレットに歩いても稼げない疑惑が勃発。トークンの上場予定もないアグレットユーザーは大ピンチです。今後どう動けばいいのか動画内で詳しく解説します。どうもこんにちは、アスカです。本日の動画ではステップンと共に大流行した M2E アプリアグレットについて解説していきます。最近になって NFT に関するロードマップも更新されて、直近の AMA ではトークンに関する重要な言及がありました。しかしその内容が、アグレットは歩いても稼げない、アグレットは上場する気はないというふうにも読み取ることができるため、クリプト機動隊の公式 LINE にも多くの方から、アグレットは大丈夫なのでしょうか、続ける意味はあるんですか、といったお問い合わせをいただきました。そんな心配の声に応えるために、今日は動画内容を急遽変更してアグレットの今後に関して考察していきたいと思います。今アグレットを頑張っているのに、今回の AMA の内容を見て不安になっている人や、これから M2E アプリに参加しようと思っている方は、こちらの動画飛ばさずに最後までご覧ください。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは本編に入って解説していこうと思いますが、まずは最初に、アグレットを知らない、久しぶりで概要を忘れちゃった、そんな方もいると思いますので、簡単にアグレットについて復習していきましょう。改めまして、アグレットは歩くことで仮想通貨が稼げる M2E のシステムを採用したプロジェクトです。 M2E を広めた立役者であるステップンと同時期に話題になって、今年の春から夏にかけて大流行しました。ただの M2E アプリではなくて、アディダスやバンズ、ナイキなどの大手スニーカー企業と提携し、実在するスニーカーや、むしろ現実では手に入らないようなレアスニーカーをコレクションすることもできるところが売りの一つでもある NFT ゲームです。さらには限定の NFT を販売したり、 NFT のスニーカーのみならず実物のスニーカーを販売するなど、仮想通貨ユーザー以外にもスニーカーファンなどを中心に話題になりました。基本的には無料で始められて歩くことで NFT とトークンを稼げますが、マップの中にスポットがあって、そこに向かって歩くことで宝箱をゲットしたり、楽しみながらより多くの報酬を稼げるのも人気が爆発した理由の一つです。他にもゲームとして人気が出た要因はあって、現実世界のようにその日のリアルな天気に合わせて靴を履き替えることで効率よく稼げる要素があり、例えば雨ならブーツを履くとか、暑い日はサンダルを履くといいといった概念があるのもゲーム性を深くしている要因ですね。ゲーム内での通貨に関しても復習しておくと、ノーマルアグレット、ゴールドアグレットの2種類があって、ノーマルアグレットはシンプルにゲームを進めることでゲットできる通貨で、ゴールドアグレットはゲーム内で課金をすることで得られる通貨になります。このゴールドアグレットをマーケットで使用することが現状での最も効率的な稼ぎ方になります。今回初めてアグレットを知ったという方は分かりにくい部分もあると思うので、遠慮なく公式 LINE にご登録いただき、ご質問などを送ってきていただきたいです。ではここからはアグレットの新しい NFT ロードマップについて解説していきます。まずはこちらの記事なのですが、こんな雰囲気の新しいスニーカーが誕生するという内容ですね。マーケットで NFT 販売ができるようになる時期に関しては運営から回答が出ておりまして、現在システム周りの最終のテスト中で、10月以降にずれ込む可能性はあるものの、 NFT とゴールドアグレットは交換できるようになりますとのことでした。さらに NFT はアグレットアプリ内で USDC とイーサで購入できるようになりますかという質問に関しても回答が出ておりまして、 Apple 社の NFT に関する今後の対応や世界中の暗号通貨の規制が原因で複雑になっています。この件についてはまたアナウンスしますとのことですね。要約するとマーケットで NFT を販売することに関して言えば、ゴールドアグレットと交換できるようになるのはもう少し時間が必要になりそうです。またアップルが絡むことで複雑になっているといった問題について分かりやすく説明すると、アップルが先日 NFT をアップルを通して販売するアプリに対して正式に許可を出すという仮想通貨業界に非常に有利なニュースが出たのですが、それに対してアップルは結局手数料を 30% 要求するという発表をしてきて、物議を醸しているという状況なんですね。 NFT マーケットプレイスの標準的な手数料は 2-3% ぐらいなので、それに比べると結構大きな金額になります。仮想通貨はアメリカドルや日本円といった法定通貨と違って変動が大きいのは承知の事実ですし、それをステーブルコインの価格でくくって手数料が決められてしまうと、いくらアップルを通して販売できるといっても
足踏みしてしまうプロジェクトが出てきてしまうのも仕方ないと思います。仮想通貨で手っ取り早く売買できるという NFT 最大のメリットが失われてしまっては意味がないので、現状はどうなるかわからない状況ですね。このように NFT のロードマップに関してはぶっちゃけ手放しで良いとは言えない状況ですね。プロジェクトが進んでいることは確かなので、今後の市場や企業の動向を冷静に見守りながら次のアクションを決めていく必要がありそうです。そしてこういった正直言って少々微妙なファンダに加えて、直近で行われた AMA の内容が物議を醸し出しています。皆さんを不安にしている一番の要因もおそらくこれかなと思います。ここからはそんな AMA の内容にフォーカスして私なりの考察を解説していきたいと思います。念のため補足しておくと、 AMA というのはアスクミーエニシングの略でして、直訳すると何でも聞いてくださいという意味になります。プロジェクトがローンチされる際や大きなファンダがある時などにプロジェクト紹介やユーザーとの交流を兼ねてライブ配信やチャットなどでユーザーと運営側がフランクにやり取りするってイメージです。これによってプロジェクトに関する疑問点の解消や運営者の人柄までも知ることができるという、いわば会社説明会のようなものと思っていただけたら分かりやすいと思います。では今回のアグレットの AMA の内容をいくつか見ていきましょう。まずはトークンの上場に関してです。要約すると、今後リリース予定のアグレットのトークンは取引所へ上場しますかという質問だったのですが、それに対して運営の回答はこれも要約すると、トークンの導入はまだ計画中です。トークンは NFT とも互換性があるためパートナーと作成を進めています。パートナーは取引所の利用開始を期待しているのですが、その情報はまだ言えません。こんな感じです。開発が進んではいると思いますが、いまいち情報が少ないですね。あくまで私の感覚ですが、 AMA でこれに関する情報はまだ言えません的な表現をするときって、その後その計画が完了するまでは時間がかかることが多い気がします。今回で言えば取引所などの情報が出てくるとまた状況が違ってくると思います。では2つ目の質問に行きましょう。上場した場合、すでにアグレットを稼働している先行者に特典や利益はあるんですかという内容です。それに対しての回答は、計画はまだ途中だけど熱心なユーザーにはこれからもアグレットを使用してほしいし、先行者が報われるようにしたい、しかしまだ具体案はないから待っててねという内容でした。これも当然先行者のことを考えてくれてはいるものの、具体案ができるまでは少し待つ必要がありそうです。そして最後に皆さんが最も心配している質問がこちらです。今後本格的なムーブトゥアンを目指し、将来的にはステップンなど同様にユーザーは歩くことで稼ぐことは可能になりますかって内容ですが、この回答がかなり良くも悪くも反響を呼んでいます。これに対する回答は、アグレットはステップンのようなポンジスキーム的なスタイルとは異なります。アグレットで使用されるトークンは報酬として歩数には直接結びつけられません。トークンの報酬面には期待していませんという内容でした。この回答を聞いてあなたはどう思いますか？そのまま要約してしまえば、アグレットは歩いて稼ぐ M2E を目指してませんということになります。これ結構やばい内容ですよね。今までアグレットをやってきた人の多くは M2E として上場して歩いて稼ぐことを考えていたと思います。それがここに来て運営から、そのつもりはありません、上場に関しても未定ですと言われてしまったら不安になる気持ちもわかります。なので私がこの AMA 内容を聞いた時に思ったこと、感じたことを参考までに最後にお話させていただきたいと思います。まず今回アグレットの運営が進展がないとか具体案がないといった感じでネガティブな部分も結構はっきりと回答をしているため、余計に不安に思っている人いるようなのですが、そもそも AMA をやってくれないプロジェクトもある中、しっかり表へ出てできないものはできないと回答をくれている時点で、私はプロジェクトとしてはある程度信用しています。もっと言えば他の M2E アプリや P2E アプリ、例えばスウェットコインやステップアップ、パイネットワークなども理想とするスピードで進んでいるプロジェクトなんて一つもないですよね。それでも数ヶ月して大きく事態が発展してファンダが出たり、世界的に有名な人がアンバサダーについたり、一気に進む時期があります。今はその前段階としてゲーム性をテストしながら試行錯誤しているのがアグレットの現状だと思います。そして歩いて稼げないというのは、歩数と連動させる予定がないと言っているだけで、マップ上で宝箱を見つけたりスニーカーを修理するために歩いて、その結果スニーカー NFT が売れることには変わりないため、結果的に歩いて稼げるというのは間違っていないと思います。アプリの完成度で言えば明らかに M2E アプリの中でもトップクラスですし、アディダスやバンズが提携してゲームの枠を超えてリアルのスニーカーと NFT が取引されているのは紛れもない事実です。これから先アグレットの新ファンダが出てきた時に後悔をしないためにも、今楽しくアプリを進めている人やスニーカーが好きな人なんかはぜひアグレットを引き続きプレイしていただけたらと思います。当然スニーカーにもゲームにも興味がなくて手っ取り早くお金が稼ぎたいという方もいると思いますので、そういった方はクリプト機動隊の公式 LINE から個別にご相談ください。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日は M2E アプリアグレットの最新情報と最新 AMA の内容、さらには私なりのアグレットに対する考えをお話させていただきました。いろいろな仮想通貨プロジェクトを追っていると、どうしても自分が理想とするように進んでくれなかったりしてやきもきすることもあると思います。そんな時に思い出してほしいのは、
分散投資ということです。これは銘柄に投資するときだけでなく、こういったアプリに関しても同じです。もしもアグレットだけに全力投球していたら、今回のファンダが不安でたまらないかもしれませんが、あらゆる M2E アプリを調べて実行している人からしたら、へえそうなんだ、アグレットは一旦放置して他のを進めようというだけのことなんですね。私は銘柄の投資や IDO への投資を中心に資金を作ってきて、その投資のための資金を稼ぐため毎日トレードでも利益を出しており、 M2E アプリは宝くじ感覚で楽しみながら進めているので、今回の AMA を聞いても正直ダメージゼロです。ぜひあなたも今日の動画をきっかけに改めて分散投資の大切さを思い出していただけたら幸いです。こんな感じでクリプト機動隊の動画は、仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ず、1、チャンネル登録、2、公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。